はい、こんにちは。昆布チャンネル TV ミネラル豊富テキスト18ということで、アップさせていただきます。今回のポケゴー動画は最新アップデ後のレードバトルの仕様を配信したいと思います。レードバトル変更になりましたよね。ということで、私のポケ仲間がトレーナーレベル38にして初のソロ怪力レードに挑んだというようなレードバトル動画になっております。で、明日12月9日土曜日、第3世代50ポケモン追加であろうと言われているので、まあ慌ただしくなる前にちょっと配信させていただければと思ってアップいたします。ということで、私のポケ仲間が、ミュウツー2体持っているということで、エスパー技をこう並べて、ソロ怪力レードやっつけれるんじゃないかって思って、初めて挑んだようです。まあ、ミュウツー84個体値ですね、個体値80、フーディン個体値93、エーフィー個体値96。この96はポケモンレベルあまり上げてないですかね、1960ということで。で、ルギアもこれ未来予知ってエスパー技でね、最後の方を入れてると思います。まあこれで挑んで勝てるかなと、初のソロ怪力レードにトレーナーレベル38にして挑んだようです。その模様を、配信させていただきます。はい、怪力登場です。さて、どうなることやら。とは言っても、サムネの方でね、ネタバレはしてると思いますけども、こちらのポケ仲間自身勝てるかどうかと今は不安に思いながらの、レードバトルのようです。まずはね、アップデート内容としては、大技の方が下の方にゲージ表示されるようになって、たまればワンタップで発動されるというような変更になりましたね。あとは横の方に効果は抜群だ、効果は抜群だと表示されるようになりましたね。何回攻撃したかっていうのも、これで統計取る場合はこういうのが参考になったりするんではないでしょうかね。怪力インファイトを使ったというような感じで、相手からの攻撃も、表示になって、で、相手の技は何なのかっていうのもこう見て分かりやすくなりましたよね。で、怪力はインファイトを使ったで、こっちの方はミュウツーはサイコキネシスを使ったということで、ワンタップで発動するような感じになってますよね。で、このアップデートの内容がとあるところでは対人戦が追加されるようにこうなったんじゃないかなんていうような噂もちらほら聞いたりしますよね。対人戦追加されたりするんでしょうかね。まあこのフーディーン、あとはですね、こちらのポケ仲間自身交換音のみにしていて、音楽は設定で消してやってるみたいなんですけども、このポケモンによってその攻撃の音が違いますよね。技によってではないと思うんですけども、攻撃によって攻撃音がの変更にもなっているというような感じですかね。効果は抜群だ。はい、何を使う？エーフィーは未来予知を使ったということで、ポケモンそれぞれによって交換音が変わったようです。さて、45秒、こちらのポケ仲間自身勝てるかどうかヒヤヒヤしているような感じではないでしょうか。初のソロ怪力レードということで、トレーナーレベル38にして、強いミュウツー2体いるってことで、強化して勝ちたいという思いでやってると思います。さあ、最後ルニア君で勝てるかどうか。22秒21秒、いけますかね。はい、いけました。はい、おめでとうございます。これがね、ルニアだけだと勝てなかったりするんですよね。フーディンだったりミュウツーだったりのそのエスパー技、強く削れるエスパー技がないと、ソロではなかなか勝てにくいですよね。トレーラーレベル38にして無事怪力レード制覇したということで、もう次からは楽しくバンバンやるんでしょうね。はい。
ということでゲッチャレですね。ゲッチャレの方で仕様変更ってあったんですかね。特にはないですかね。あら外しちゃったパイル。あれなんか迷ってますね。あれ迷ってますね。固定打法、固定打法固定しましたかね今、はい、おおエクセレント、うまい、うまいね、うまいですね。ちゃんと固定打法でとは言っても出られるという、こちらのあのゲットのアルゴリズムってどういう感じなんですかね。私もちょっと動画の方一発あのなんだあの男なら一発打法っていうのを出させていただいてますけども、往々にして全部あの今みたいにあのグレートとかエクセレントじゃない感じで当ててゲットしております。おおこれもそうですね。はい、まずはソロレード怪力ソロレード、そしてゲットおめでとうございますというような動画内容になっております。ご視聴ありがとうございました。次回はまたあの第3世代等々のアップになると思います。ご視聴ありがとうございます。